こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、ちょっと違ったことをやりたいなと思ってるんですね。まあ、普段ですね、僕はこの無料版の YouTube でよくやってるのって、まあ、ユニクロではこれがおすすめだとか、あとは40代の男性はこれを着ると難しいだとか、そういった割とキャッチーなものをやることが多いんですけども、それはそれで継続的にやりながら、まあ、週に1本ぐらいはなんかこうもうちょっとラフに僕がこう話したいなと思ったことをですね、皆さんと一緒にシェアができればなというふうに思ってまして、まあそういったものをですね、ちょっと始めたいなと思ってます。あえて編集もしないですし、あとテロップも入れないです。ですのでもう一回スタートボタンを押したらそのまま喋り続けるような感じで、いつもに比べると割とですね、ラフな感じでお話ができればなと思ってます。僕がもう一つ運営している YouTube のメンバーシップチャンネルっていうのがまさにそんな感じなんですね。いつも編集全くしないんですよ。もう本当に撮ってそのまま出すみたいな感じなんですけども、それと同じ形式で週1で撮っていきながら、まあ僕がね、皆さんにお伝えしたいことをですね、存分に話しまくりたいなと思ってますので、よかったらお楽しみいただければなというふうに思ってます。ということで今回初回にお話ししたいのは、人の魅力ってどんなもので決まるのかっていうところを図解しながら皆さんにですね、シェアができればなというふうに思ってるんですが、結構ね、マニアックな話なんですけど、これを知っておくと、なぜあの人はおしゃれに見えるのかっていうことが理解できるようになって、なおかつ自分自身はどうすればいいのかというところが明確になるかなと思うので、ぜひお付き合いいただければなと思ってるんですけども、具体的なお話をすると、例えば僕が動画の中でこれがベーシックな着こなしですよというものを提案するとしますよね。例えば白のシャツに対してブルージーンズを履いて白のスタンスミスを履きましょうっていうような提案をしたとするじゃないですか。そうすると、その格好をしてめちゃくちゃ素敵になる人と、なんか全然決まらない人って出てくるわけですね。これってなぜなのかっていうところを改めて噛み砕いていきたいなと思ってるんですけども、人の魅力って結構ね、いろんな項目の掛け算で僕は出来上がってると思ってるんですね。ですのでベーシックなスタイルでも、その人の平均点が高いとおしゃれに見えるし、ベースの平均点が高くないと素敵に見えなかったりするんですよ。なのでそのあたりをちょっと皆さんに図解してお伝えしたいなと思ってるので、まあ、今回も書いてきたわけなんですが、まあテロップ出さないので、まあ、ホワイトボードをね、最大活用しながらこのシリーズではいきたいなと思ってるんですが、まあ、真ん中に魅力と書いてありますけども、人の魅力って、このような、5つの要素に僕は分解することができるのかなというような持論を持ってるんですね。まず、こっちの方から見たいんですけど、顔ですね。なんだかんだでイケメンはずるいですよね。これも皆さんもよくご存知だと思うし、イケメンに限るみたいな話ってよく出てくるじゃないですか。だからなんだかんだで顔なんでしょって、顔が良ければ何でも似合っちゃうんでしょっておっしゃる方もいるんですけども、まあ確かにそれは半分合ってるし、半分は合ってないと思ってるんですね。でそれだけではなくて、あとはスタイルっていうのも一つの項目にあるのかなと思ってます。身長が高くてスラリとしていてスタイル抜群の人、モデル体型の人だったら服が似合いやすいっていうのも、これも一理あると思うんですね。ですのでスタイルの良し悪しっていうところも一つの項目かなと思ってます。まあ、このような顔とかスタイルっていうのは僕はですね、才能的な要素だと思っていて、まあ、持って生まれたものですよね、顔というのも。あとスタイルというのもですね、身長が高いか低いかっていうのはある程度才能的な要素があるので、まあ、こんな呼び方をさっき決めたんですけども、名付けているんですが、才能的な要素がこの2つですね。それともう一つあるなと思ってて、それがこれなんですね。見えますかね、雰囲気ってやつですね。例えばあの人はオーラがあるよねとか、あの人って雰囲気イケメンだよねっていう話ってたまに出てくるかなと思うんですが、なんかめちゃくちゃイケメンでもないのに雰囲気があってかっこいい人っていますよね。そういう人皆さんの周りもいるかなと思うんですね。渋い雰囲気あるだとか、まあ、またはこう明るくて陽気でなんか素敵な感じの雰囲気あるだとか、まあ、そういった雰囲気もまたその人の魅力になるわけですね。ですのでここも掛け算の要素に一つは僕は加えたいなと思ってまして、これは才能的な要素と比べると持って生まれたものではないですね。生まれた瞬間からね、
なんかイケメンオーラありますねみたいな人ってそんなにないと思っていて、まあ日々さまざまなこと、仕事だとか、まあプライベートだとか積み重ねながら、そういった雰囲気っていうのは少しずつですね、出来上がってくるものなのかなと思ってます。僕はなんか雰囲気のある方って、なんか圧倒的な自信がある人に多いかなと思ってるんですね。例えば何か一芸でに秀でてるとか、そういう方の中にはこの雰囲気持ってる方が多くて、まあ、仕事がバリバリできますよとか、そして年収は高いですよとか、学歴は高いですよとか、あとは何かこうお笑いですごくね活躍されてるだとか、あとは何か自分の特技が圧倒的なものがあるだとか、スポーツ選手なんかもそうですね。何か自分で得意分野が明確にある方って、この雰囲気を持ってる方すごく多いなと思うんですね。こういったものはなんかプライベートでも仕事でも一つの分野を極めると出てくるものなのかなというふうに思ってます。はい。で、このあたりの3つって正直なかなか簡単にいじくれるものではないなと思っていまして、今すぐ顔を変えましょうっていうのはなかなか難しいですよね。不可能ではないけども、お金と勇気がいりますね、顔をいじるのは。でスタイルも全然ね、ライズアップとか行ったりだとか一生懸命ダイエットをすれば体型はある程度変えることができるかなと思うんですけども、まあ簡単ではないですね。雰囲気もそうですね。一方で僕が後天的要素と呼んでるものに2つあって、それがファッションとヘアスタイルなんですね。この2つに関しては本気になって取り組めばいつからでも変えることができるような項目になっていて、このあたりに頼らなくても得点を上げることである程度魅力というものを高めることができるかなと思ってます。でファッションもすごく重要なのは僕のチャンネルでもお伝えしている通りなんですが、それだけではなくて結構ヘアスタイルっていうのがめちゃくちゃ重要なんですよ。っていうのも正直ですね、今動画に映ってる僕自身ってどこが映ってるのかっていうと、ボトムスだとか靴だとか何履いてるのか分かんないですよね。今僕ジャケット着てますけど下ショートパンツなんですよ、快適だから。なので、まあ下ってあんまり見えないんですよ。靴に関してはもちろん何も履いてないですね、室内なので。なので結構顔周りが見えることが多かったりするので、ファッションで言うとボトムスも重要なんですけども、結構上半身に着てるものが重要だし、あとは顔周りの印象っていうのが大事なので、まあメガネとかもすごく重要だし、あとヘアスタイル、ここがいまいちだと全然素敵に見えないんですね。僕は普段のスタイリストとしていろんな一般の方をですねスタイリングしてるんですね。そうするとファッションは僕の方でどうにかできるんですけども、ヘアスタイルは僕の方では切ることができないんですが、なんかねファッション素敵になってもいまいちしっくりこない場合があって、そういう時はヘアスタイルが全然いけてないこと、これが圧倒的に多いんですね。なのでこれはファッション磨いたらヘアスタイルも磨くっていうのはセットじゃないと魅力って高まらないので、すごくヘアスタイルは重要かなと思ってます。この2つは後天的な要素なんですけども、まあ、正直ですね、顔とかスタイルが良ければなんか何着ても素敵に見えるでしょっていうのは間違いで、すごいイケメンなんだけどもなんかこうオーラがなくて自信がなくておどおどしていて、ファッションもヘアスタイルもいまいちな人って正直そんなに素敵に見えないですね。本当そうで、そういう人ってたくさん世の中にいます。あとはスタイルだけいい人も全然いまいちで、本当に痩せ型で高身長なんだけどもなんかこう雰囲気的におどおどしていたりだとか、あとはファッションヘアスタイルがいまいちだと全然魅力としては素敵には見えづらかったりするんですね。逆に言うとスタイルで言うとですね、すごいぽっちゃり体型なのに素敵に見える人っているんですよね。ぽっちゃり体型でなおかつイケメンでもないけどもなんか雰囲気があるんですよ。なんかこう素敵に見えるような自信のあるような雰囲気があって、なおかつファッションとヘアスタイルは整っていると、この2つが全然なくても素敵に見えてしまう人って世の中にはたくさんいるんですよ。ですので意外とこのスタイルとか顔というのも大事ではあるんですが、魅力の中の一部分に過ぎないので、ここがいまいちであっても僕は諦める必要は全然ないなと思ってまして、世の中見渡せばこの2つが全然 NG なのにかっこいい人って本当にたくさんいますね。あとは雰囲気だけめちゃくちゃいい人も世の中にはたくさんいて、こういうタイプの人ってずるいなと思いますね。自分に対してすごい自信があるので、
本当にね、何着ても着こなしてしまったりだとか、ファッションとかヘアスタイルいまいちなんだけども自信が満ち溢れてるから、それがなんとなく素敵に見えてしまってモテるっていう方もいらっしゃると思うんですよね。例えばノンスタイルの井上さんなんかはその一つの例だと思っていまして、別にこう顔とかスタイルが良いわけではないと言ったら失礼なんですけども、でもあのファッションとかヘアスタイルも別になんかものすごいおしゃれというわけではないけども、圧倒的な自信を持っているので、まあ、好きじゃないっていう方もいらっしゃるけども、一方で結構強烈に好きだという方もいらっしゃったりするので、雰囲気っていうものがいいっていうのもすごく大切な要素なのかなと思うんですが、ここもね、なかなか簡単には醸し出すことができないと思うんですね。あと、まあ、分かりやすく言うと、僕自身のことを例に挙げると分かりやすいかなと思うんですが、僕も分析してみると自分で、まあ、例えば顔で言うと、まあ別になんかものすごい悪いわけでもないし、ものすごくイケメンなわけではないけど、まあ中間よりまあやや上ぐらいかなっていう認識です。たまにイケメンと言ってもらえることもあるので、なのでまあ中間よりちょい上ぐらいです。まあスタイルに関しては僕はあんまり良くなくて、身長164センチの体重54キロということでかなり小柄なんですね。いわゆる低身長と呼ばれるようなスタイルがあんまり良くない状況なんですね。なのでここはもう平均点以下2点ぐらいだと思ってます。まあ唯一ですね、あの太ってないから、まあそんなに1点とかではないですけども、決して良くはないかなと思います。雰囲気に関しても決して僕が雰囲気イケメンというわけではないので普通ですね。 2.5 ぐらいかなと思ってます。ただこのファッションだとかヘアスタイルに関しては好きだし、一応専門的にやっているので、まあ、平均点以上はいってるかなと思うので、まあ、そういった部分をある程度掛け算すると僕の魅力というのは、まあ、平均点以上にはなるかなと思うので、そのあたりはですね、まあ、ある程度の自信を持つことができています。かといって世の中には僕以上におしゃれな人もいっぱいいるし、ヘアスタイルも素敵な人もいっぱいいるし、この平均点が高い人は本当にいっぱいいます。例えば街を歩いていてもすごくたくさん見かけるし、ショップの店員さんの中でも身長高くてスタイルも身長高くてなおかつ顔も良くて雰囲気もあってファッションもヘアスタイルもめちゃくちゃ整ってる方もいるので、そういう方と並ぶのは本当に忍びなかったりするんですけども、本当にいろんな方がいるわけなんですが、まあ本当にね、皆さんのルックスだとかスタイルにも自信がなくても、こういったファッションだとかヘアスタイルっていう後天的な部分を磨けばファッションって似合うようになるということは、ぜひ頭の片隅に置いていただけると一つのなんか安心感にはなるのかなというふうに思ってます。ちなみに何だろうな、ベーシックな着こなし、先ほどお伝えしたような白のボタンダウンシャツに、ジーンズ履いてスタンスミスみたいな着こなしですね。そういったものってある程度顔だとかスタイルだとか雰囲気が良ければ似合っちゃうんですね。まあ、こういう顔良くてスタイル良くてっていう方だったら、あまりファッションとかヘアスタイルって失敗しなければそれなりに見えてしまうんですね。もうベースがいいから。なのでシンプルな着こなしが似合いやすいっていうのは、割とこのポテンシャルが高い人なのかなと思っています。一方でこういったスタイルだとか顔にあんまり自信がなかったら、ある程度ファッションとヘアスタイルには僕は頑張った方が良いなと思ってまして、全身ユニクロだとか GU で揃えるっていうのも悪くはないんですが、そのためにはセンスというものがなくちゃいけないし、あとこの顔だとかスタイルというものを持ち合わせている人だったら、安いものでもマイナス点を取らなければ素敵に見えるんですが、そうじゃない場合は僕はある一定のお金をかけた方が素敵には見えやすいかなと思っています。ユニクロとか GU でもベーシックでいいもの売ってますけども、それよりも価格帯を上げてセレクトショップのオリジナルにしてみるだとか、もう少しセレクトショップの中でもセレクトしてあるようなアイテムとかを加えることで、少し着こなしの中にアクセントを入れるだとか、そういった要素があった方がこのあたりがちょっと自信がない方にはいいかなと思うので、そこら辺も頭の片隅に置いていただけるといいかなというふうに思ってます。まあ、こんな具合でですね、僕は日頃から人の魅力ってどんなとこで決まるのかなっていうのをですね、いつか図解してみたいなと思ってみたんですね。こうやって表にしてみたのは初めてなんですが、意外となんか喋れるもんだなと思って脳編集で回してみたんですが、いかがでしたでしょうか。皆さんもですね、まあ、この動画を見ていただいて感想だとか自分自身を改めて分析してみてもらいたいんですね。5点満点で自分の顔って何点かなとか、スタイルって何点かなとか、ファッションは今何点なのかなっていうのを数値化してみて、なんかね、
ここが苦手なんだな、ウィークポイントなんだなっていうところは少しずつ磨いていただけると全体としての魅力が高まるなと思ってますし、あと結構ですね、面白いのは僕はいろんな方を今までスタイリングしてきましたが、ファッションだとかヘアスタイルを磨いた結果、なんかいろんな方から褒められて自己肯定感が高まって、その結果自信を持って雰囲気イケメンになってくるという人もかなりたくさんいたんですね。ですのでこのあたりを磨くことで結構ここに影響力が出てくるのと、そうなるとなんかこうぽっちゃり体型だったけどなんかこうスタイルも良くしたいなということで、ここも変えてくる方もいるので、割とですねこういった後付けのファッションヘアスタイルっていうのもあんまり重要じゃないと考える方は世の中には少なくないんですが、かなり僕は効果的ですごくですね投資効果のあるものだなと思ってます。ですのでぜひ皆さんもですねファッションヘアスタイルというところを高めながら全体の項目を引き上げてですね皆さんの魅力というものを高めていただければなというふうに思ってます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。なんだかんだで長く話してしまったわけなんですが、これからも週1ぐらいのペースで僕の思ったことをですね動画化したいなと思ってますので、ぜひこれからもお楽しみいただければなと思ってます。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。